浜田重工株式会社は、福岡県北九州市戸畑区に本社を置く企業である。新日本製鉄の協力会社。鉄鋼事業、エンジニアリング事業、半導体関連事業が、事業の三つの柱である。1898年5月、浜田米次郎が、個人組織として浜田組を創業、官営や他製鉄所の建設工事に従事。その後、 製鉄所内における製鉄工程の一部を請け負い、各種スラグ処理などのリサイクル処理も行っている。さらに、鉄鋼事業から派生した設備エンジニアリングや製鉄、化学プラントをはじめとする設備メンテナンスなどの技術をエンジニアリング事業として事業を拡大。近年ではこれらの技術力を活かし、半導体関連事業に進出している。また、建設業、 自動車や建設機械の整備、販売業も行っている。大阪製鉄株式会社、株式会社常番エンジニアリング、株式会社、三井 &S マシナリー、北九州市、JFE スチール株式会社、スチールプランテック株式会社、日鉄エンジニアリング株式会社、日鉄ステンレス株式会社、日鉄工業株式会社、日本製鉄株式会社、 中央工機産業株式会社、三菱ケミカルエンジニアリング株式会社、三菱重工機械システム株式会社、キオクシア株式会社、ソニーセミコンダクタマニファクチャリング株式会社、東芝デバイスストレージ株式会社、パナソニックタワージャズセミコンダクタ株式会社、ルネサスエレクトロニクス株式会社、ローム株式会社、グローブルフンドレスインク、ミクロンテクノロジー、 インク、ユナイテッドマイケルオレクトラーニックスコープ、日本ケミコン株式会社。ありがとうございます。